なんか、派手にせず粘膜食リップっていうらしくて、インスタで流行ってて、そう、なんかね、すっぴんの唇っぽいみたいな そう、でもそのすっごい色がないわけじゃなくてみたいなリップって感じ。こんばんは。ということで、今日のなんかよくわかんない配信スケジュールみたいなやつは755に書いたので、まあ別にね、ずっと見てくれる人はいいんですけど ちょっとやらなきゃいけないことあるんだよなーみたいな人とかはぜひそれを見て、まあでも確実にそれ通りにやるってわけじゃないので、正直言うと。そう、なのでまあずっと見といてって感じなんだけど、まあでもそれより早くすることはないかなみたいな感じみたいな。みたいな感じ。こんばんは。今日は重ため前髪でやらせてもらってます。どうしよう、めっちゃ今迷ってて。山下さん、ハートありがとうございます。サプライズレバーさん、ミラーボール4つ、トラックエローさん、ミラーボール3つ、桜のお友達さん、ミラーボール2つ、パンダさん、ミラーボール1つ、西くんさん、ミラーボール1つ、ありがとうございます。11、歌おう、とりあえず歌おう。迷うけどとりあえず歌おう。あ、迷ってるのはそれを迷ってるわけじゃないので、とりあえず歌います。何歌ってた？プラカードか。どこだ？これだ。Give me a chance、 一回だけ一人の手待ってるんだ。 Give me a chance、 偶然
んだい僕の方を振り向いて勇気を出して声をかけるんだ。みんなは言うけどそれができない。テレ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 心のプラカード口から手を入れて胸の使いを取り出そう。あなたが好きですと伝えられただけで返事なくても困った顔でもハッピーになれる。人は誰でも胸のどこかに大事な言葉をしまっているんだ。心のプラカード、君が見てくれたら僕の気持ちがわかるのに。ミラボール11個分ありがとうございました。ありがとう。なんかすっごい髪長い人に見える。どう？皆さんハートありがとう。キュンです。ありがとうございます。てか前髪重っ。こんばんは。さっきから喋ってる迷ってることっていうのはこの私がメールで言ってたゲームを買うかどうかを迷ってて、でも買っちゃう？買おうかな。買っちゃうか。別にだって、どうしよう。でもやんなかったらもったいないよね。迷う。経済回しとく？経済回しとく？迷ったら買いましょう。あ、富豪の考え方だ。いいな。買っちゃおうかな。でもめっちゃやりたい。やってみたい。楽しそう。でもね、一人じゃそんな楽しいのかなみたいな。なんかやっぱ結果実況者さんたちのそのわちゃわちゃ感が楽しそうなのであって、なんか結果的に一人でやって楽しいのかなみたいな。私も実況者さんになろうかな。そんな簡単になれるものなんですか。まあでもゲームして実況してたらまあ実況者の一人ではありますよね。でもそっから人気が出るかっていうのは別だけど、また別次元の話だから。 YouTube で検索して上の方に出てくる方々はきっとまた別次元の話なんですけど、そう、そのためにはハルピョン YouTube 解説する。
うん、だってショールームってさできないじゃないですか、あれがゲームのプレイ画面見せれないんですよね。そう、でもそのためにはちょっと設備とかマジゼロすぎて今何にも多分一人でできないから、そうなので、そうなったらマジでマジだからそれはでもさすがにちょっと今じゃないじゃあさすがにまず大学卒業させてくれって感じそっち先かな。うん、いやもう本当にゲーム配信するならデスクトップパソコンが欲しい。そうなの？そこら辺も知らないからさ。でもそうですよね、 iMac めっちゃ高いよ。 iMacでもマジインキャちゃん極めそう。そしたらゲームしかしない人になる私。でもさ大学卒業してさ、そうですよね、何するんだろうねって考えたらさ、暇な時間持て余すよりさいいよね。で生配信だけしてればとりあえずちょっとずつ編集とかの技術は、まあ、ちょっとずつなんかそこら辺のあのAKB のあの今 YouTube をねしてらっしゃる素晴らしいメンバーがたくさんいるので、そう周りのメンバーにちょっとずつ聞いてやっていけばプロゲーマーにはなりません。無理です。でもゲーマーさんってめっちゃお金かかりそう、うん、そう。でもそしたらそう、なんか昔でも私あれ買ったんですよね。あ、確かにそれいいかも。 YouTube で生配信こっちでするけど、それはゲームの画面だけ見せて、ショールームはゲーム実況の顔だけ映しといたらなんかさ大変じゃん。こっちに生配信やって、ここにそのグリーンバックでなんか自分の顔だけをここに合成してみたいなやつって超大変じゃないですか。だからもうそれを2つの配信でやってしまうやばいこと考えてる。でも別に悪いことではないよね。え、ダメなのかなそういうのって。なんか規定的に音とかが、そう別にイヤホンで出せばいい話ですもんね。そうだよね。別にショールームに音が乗らなきゃいいんでしょ、そのゲームの音が。だからいけそう。なんかそしたらそれが大変なんですよね本当に。そのなんかやっぱゲームだけじゃないじゃん、ファンの方が見たいのはさ別にゲームを見たいわけじゃないじゃないですか。そうきっとそうで、あの顔は可愛いと言われる顔はの顔を多分見たい人の方が、まあ、ゲームの
配信よりかはそっちの方とか、ハルピョンがゲームをして焦ってる姿とかを見たいはずじゃん、みんなはきっと。だからそういうのを、でもそういうのをその画面、同じ一つの画面にするのってめっちゃ大変なんですよ。そう、ってなった時に、うわめっちゃいい案だそれ、天才、天才的な人見つけた。顔は見てて飽きることないってマジ褒め言葉ですよね。この上ない。だって何もしなくてもさ、飽きて飽きられないってことですよね。まあずっと同じ表情っていうのはさ違うかもしれないけど、顔を変えておけば別にみたいな。マジ褒め言葉だよね。だって何もしなくてもいいよって言われてるんだよ、ただただ。もう生まれてきてくれてありがとうみたいな感じだよね。今生きててくれてありがとうみたいな。すごい。すごい拡大解釈したら。そうですよね、今を生きてくれてありがとうみたいな。嬉しいわ。とりあえずこのゲームを買おうとしたね。あのね、あと4日で終わっちゃうの、その安いのが。買おうとしたんですけど、ちょっと今これを払える残高をこのスイッチの中に持ってないので後にします、後にしますって言ってやるのかやらないかは知らないんですけど。そう、こんなに割引されてなかったら私もこんな迷ってない。めっちゃ割引されてるから迷ってる。支払いますだって。クレジットカード番号教えてください。なんてやつ。メール読んで、ハルピョンのさっき届いたメール読んで。膝、そういえばやんなきゃ。スイッチのソフトは、あ、でもね、多分もう売ってないんだよねこれ。そうだから、ダウンロード版だとめっちゃ安くなってるっていう話。そう、そうなの。もうそのパッケージでは売ってない。まあ中古屋とかの方が安いのか。待って、それ説あるよね。ブックオフ的な、ハードオフ的なところの方が安かったらどうしよう。え、それ説あるよね。そうだよね、普通にダウンロード版今めっちゃ安いけど、それより安いかも。うわ、で
もこの間今日か聞いてください。今日なんだっけ、富山のとある、もう本当に多分富山県民のこれぐらいの年齢の人だったらみんな知ってるんじゃないみたいなレベルのブックオフさんが今日で閉店迎えたらしくて、そう結構私もお世話になってたっていうか、なんかあそこら辺本当にいろいろあるんです。だからその待ち時間とかにそこ行ったりとか本当にしてたからめっちゃショック。ちょっと待って調べよう。え、そうだよね、みんな明日明日家の近くのハードオフ行ってきてブックオフ、ハードオフ、何オフ売ってる？売ってたら私に教えてへへ。確かにそうだよね。どうなんだろう、でも。なんか来た。あ、今日、昨日か。私たち結婚しました。見るの忘れてるわ。え、待って、なんか攻撃されてんだけど、うちの城。え、最悪。積んだ。一人だけやられてた。よかった一人で。ぴょんちゃん中古大丈夫なの？意外や。え、ゲームなら別に平気。うん、ゲームはだって別に平気。最悪、うちの城攻撃されてたんだが、はあと、もうピエン、今見た限りヤフオクですらダウンロード版より高かった。ヤフオクやってないから分かんないてかオークションやっ、そう、無理、怖い、負けそうオークションとか絶対、いや、なんか負けるとかじゃなくて普通にどん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 上がっていきそう。そう、もう、うわ、この人に負けたくないと思ってどんどん上げちゃいそう。私の性格だから無理、絶対やらない。いや、ダウンロード版で別に、うん、いやいや、あ、そうじゃなくてこれをセットしようとしたんだけど、そう、このあとこの後なんだっけ、何の話しようとしてた今。あ、この後そのやってみっちゃを一緒に見るから、ここに多分貼っといた方が
楽ちんじゃん。だからそれをやろうと思って、持っています。これだよね、これを画像編集をするんだ。うどん食べたくなりそうだって一緒に見たら食べればいいんだよ食べればいいんだよ。私はお腹いっぱいだ。間違えた。はい、すいません。ライト一箱食べた、やば。でも私もさっき食べました。一箱じゃないよ、一袋一箱はやばい、すんげでも全然食べれちゃうよね、あれ。うまい。ん？これが。貼り付けで。この写真どこに入れたっけな、はあ、覚えてないや。個人違う、 AKB これだ、丸曲げこれだ。あ、違う違う、間違えた。で、このこっちの画像が丸曲げで、こっちが今保存したダウンロード、これか。あっ、やらかした。6袋ぐらいじゃない？
2枚入り7袋すいません。小分けはやめどきがあっていい。ポテチとか1袋食べきった時に罪悪、わかる。でも小分けなのに1箱食べてるよ、こちらの方。そういうこともあるよねってことだよね、要するに。小分けでも一袋食べちゃうよね。もっとこうですよね。このサイズ 230×65、 これどうやって作ったんだっけ、忘れちったよ。誰かマジこのサイズで作ってくんないかな。毎回230×65 ってどんな塩梅。こんぐらい、もうちょい狭いか。てかなんでこんな微妙なあれなんだろうね。これ何、どういう基準のサイズなんだろう。わかんないよね。何のサイズ基準なんだろう、この 230×65 って。こカッカカコンペドゥ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 ショールーム、うどんで保存します。うどん、この間丸曲げで保存した。うどんで保存します。ピクチャー、イケビショールーム、うどん、よし、いい感じ、めっちゃいい感じになった。なんか面白い機能追加されてたから使ってみるね。こうやってどうやって使うんだろう。このさ、ピョンズのさ、うってやつってさ、パソコンでどうやって出すんですか。
ポストロフィー的なやつ。これか、7の上か。自分でできました、すいません、ありがとうアップロード中です。あ、シフト押しながら7って来てた、いっぱい。ありがとう、みんな優しい。みんな更新してみて、出てる上。出てるよね、きっと。で、試しに再生をしてみたら YouTube の広告流れちゃった、すいません。 OK、 いい感じ。リンクも止めました、えらい。ということで後で見ます、30分後ぐらいに。見たいと思います。そう、自分で変えれるんだけど、スタッフさんも変えれちゃうからそうなんだよね、勝手に変えられちゃうこともあるのそう、まあ、その時はしょうがないんだけど、まあ、それをね、スタッフさん的には一番売り出したいというか全面的にドーンって出したいものなんだろうからしょうがないんだけど、他の8ルームはキスバイ8のまま。だからそれを変えようとするかしないかじゃない。私も変えれるのを最近知ったし、うん。てか他のとこ行ったんだあ、お知りたい作業用ショールーム見てるみたい。え、作業用ショールームもっと喋んないよ。そう、多分来たらわかるけど、マジもっと喋ってない。ずっとパソコンのカタカタいう音しか流れてない。うん一回来たらわかるよ。あ、こんなに静かなんだ。タイピングの音だけを聞きたい人にはおすすめ。あと暇だから発表の顔でも見るかみたいな人にはおすすめ。何するんだっけ、今日の配信予定。なるべく沿っていくけどねって感じ。
今日マジ携帯ずっと見てたからもう充電ない。で今日のまず朝で昨日充電するの忘れて、もう今日の朝すでに 70% とかだったから、そうそうそうなんですよ。でなんだっけ、インスタ、TikTok、ピョンムービーはじゃあこのフリータイムにあげます後で。フリータイムの時メール送ったらあげる。そう、5月の総集編、みんなインスタと TikTok はもうチェックしてくれたかな。もちろんさ、当たり前じゃないか。ですよね。ぜひいいね、コメントお待ちしてます。え、本当にチェックした？みんなコメント8件しか来てないけど、インスタ本当にチェックした？全員コメント残して。全員コメント残して。チェックしたうちには入りません。急に静かになる女いや、 TikTok はみんなどんくらいかなと思ったけど、 TikTok も待ってる。寂しい。寂しい。あー、やばい。
としてのいつまでなんだなあことしてのだだ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 だインスタコメント入れましただってありがとうございます。いつかいいねするんで。辛いもん食べたい。でもお腹いっぱい。味は欲し、ここ下ベロはすごく欲してる。下ベロ口の中はすごい欲してるんだけど、最悪食辛いものっていうか味の濃いもの。そう、お好み焼きとかオムライスのビーフなんだ、デミグラスソースハンバーグとか、ドリアとか、あとなんだろう、そういう系食べたい。カルピス飲んで我慢します。カルピアに老いと言われるとドキッとする。老いなんて言ったっけ、あ、なんか他の女の配信行ったのみたいな時ぐらいしか、でも老いって言ったっけ。あんま覚えてないやあんま覚えてない。無意識で言ってる。おいって。やば。なんか時間を教えてくれてる。なんでだろう。あ、
そういうこと？もうあれの時間だよみたいな、あ、やめてください、ハーピョン時間教えられるの一番嫌い一番嫌いなこと多すぎでしょあのスケジュールとは言ったけど、ほのぼのとだいたい大まかな感じなので、なんかもう10時になったからもうドボン今すぐやめて、配信しなきゃいけないんだ、配信フリータイムでしなきゃいけないんだよみたいなダメです、やだよもうなったんだから早くやってみっちゃ見ようよみたいな脅しに聞こえるので、私はそんなね、そんなつもりはないんだろうけど、きっと皆さんにはそうでもそういう風にハロピョンは捉えちゃう方、捉えちゃう人間なので、あと5分だよとか言っても、あと5分なんだからお前今すぐみたいなそういう風に捉えちゃうので、まあ自分がタイムスケジュールを出したのがいけない、いけないわけじゃないけどね、そう捉え、そう言われても仕方なくねみたいな感じなんだと思うんですけど、そう、ちょっとでもドボンはキリいいんで、あと1回だけやります。あと3つだった、ハートがちょうど、そう大体です、あれは大体だよ。でもあ、だからバスみたいな感じ、電車とかじゃなくてバスみたいな感じだと思ってください。大体だけどみたいな、まあちょっと遅れるのも許してねみたいなでもなんか早く出発することはないですよみたいな感じです。そう、まあでも結構バスも時間、いい時間、いい時間っていうかちゃんとした時間に来るから、バスみたいな感じっていうわけにはいかないんですけど、バスもちゃんと時間通りに来るよって言われちゃうからあんまりあれなんですけど、そうそんな感じです、イメージ。メール時間にメール、メールタイム、メール、メールタイムって言いながらツイッター見てる私はと新宿駅近くにあるお店、将軍バーガーって書いてあるんですけど、将軍バーガーって富山発だからな、確か違ったっけ、なんか富山のお肉屋さんみたいな、なんかあれですよね行ったことないんだよね、行きたい、行きたい気持ちはあるんですけど、なんか中学生高校生の時にめっちゃ流行ってて、そう
行きたいんだけど、でもなんか今更じゃない？そう、あん時にハマってたから行ってみたいけど、今更感、富山の人からしたら今更感半端ない、行ったことないんだみたいな感じ。そう、そんな迷う？そんな迷うんだよ。さっきのね、ゲームの話はね、もうスラスラ出てきた。よし、これでいいん？大丈夫、これでいいんです。いや、これがいいんです。完成、送信中。これが送信され終わったら、ピョンムービーの総集編をあげます。てて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 、
キャンムービー最終編。めっちゃ偉いよね、こんな短いスパンでピョンムービー総集編を 2ヶ月分も上げられるなんてすごいよ自分。まあ、早くやっちゃった方が後々楽なんでそりゃそう、そう、年末には総集編の総集編、そんなこと考えてないよそんなこと考えてないよ。高速すぎる、確かにそれな、超高速だよね。なんかさ、この5月の総集編のやつ、あれちょっと待って、13日ない？いや、そんなはずはない。いくつかピックアップ、え、全部消してます、ピョンムービー基本。あ、そんなことなかった、ちゃんとありました。なんかほとんどさ、お姉ちゃん家背景なの受けるほぼ毎日お姉ちゃん家か事務所か受ける。え、ないよ、ピョンムービーないですよ、全部消してるよ。うん、総集編は残してるのと、あとそのメンバーと撮ったのとかは残してる、あのゆいさんとかれいちゃんとか、そう残してるけど、メンバーと撮ったのはまあ基本大体残ってるけど、でもあとは全部消えてますピョンムービー私がただ一人で喋ってる動画なんて自分いらないから早く消したくてしょうがないのに、総集編なんて、ひろゆきさんが総集編とかあげたらどうって言ったからあげてるのに、全然なんか全然話題にならないんですけど(笑)まあいいけども、別に。
黄色の花とかってある？ないか。あった。これでいいや。はい、投稿しました。え、もったいなくないよ。いらないでしょ。あと容量食うし。いらないよ。自分がただ一人で動画で喋ってるなんて。全然いらない。ツイッターに残ってるし、普通に。気になったら見ればいい。うん。そういう精神。精神っていうか、そういう考え。私はね、いやもちろんメンバーとのやつは撮ってるけど、うん、オカリナとかこの今3月の総集編見てたけど、あれ4月って出したよね。出してる出してる。なんかいろいろあったんだなって思うよね、こういうの見てたら。ああそうそう、これもやったやったみたいな、いろいろ思い出す。この飛行だったなとか、このね、総集編だけでもまたね、モーメント作りたいなーって思ってるので、その時はぜひ見てください。ということで、まもなくやってみっちゃを見ろ時間でございます。第1話丸曲げのやつ、みんなこっちか、ここから飛んでください。丸曲げのだから上の方2個段があると思うんだけど、上の方のやつを見ます。気づいてるかな、みんなにも決めて。一旦広告をね飛ばしてます。今ちょっと待ってください。まだ見てないよ。
イヤホンしてないから。はい、0秒からやりますよ。スタートしますよ。山猫坊主さん、ミラポロありがとう。後で歌うね。ありがとう、ごめんね。後で歌うね。って顔で止まってたら OK。 この顔てか髪伸びたな。そんなことないか、内巻きしてるからか。そんなことなくないか。はい、高画質やばい、2倍になってる私YouTube 大体2倍で見てるから2倍になってる、やばい、危なそれでは一斉のでのでスタートするので、でで押します。いいですか、いきますよ行くよ。羊羹食べたい。早くしてって怒られた。はい、行きます。すいません。いっせーので、やってみちゃん。これさ、チーム K なんだけどさ、どうしよう、うちチーム B なんだよな、もうもうチーム B なんだよね、これ。どうしようどうしようって思ってます。不安不安、どうしたらいいか不安。はい、マジで不安。一人本当に一人、ちょっと頑張らなきゃなんだ、人力車でしょどう見てもめっちゃ不安ですよ、一人で喋ってこんにちは山田さん。この建物、もう富山弁、富山県民だわそうだ、初めて、あ、嘘だ、初めて GoPro 持ったら嘘だ。お寿司食べに行った時持ったわ、ナナさんと。アルピョンも20でもう1なんですよ、この時。めっちゃ簡単そうにさ、山田さん言っててさ嘘だろと思ってたもん。乗ったことないのに引く方ってやばないおもろすぎる、先に引く方やるんや。こんなさ不安な説明あります？持ちます、立ちます、歩きます。
山田さんがめちゃ盛り上げてっていうか、いいよって言ってくれくださってたからよかった。すごい、でもへっぴり腰山田さん持ちながら喋ってんのおもろない山田さん持ちながらフフ山田さん下ろしてあげなよはい、いやマジでそのあ CM 入っちゃった、ちょっと止めてみんな、はい、4分36秒で今止まっちゃってます。まあでもそんな変わんないからいい、スタートしちゃいますね、そんな変わんないか、よーいスタート、オレンジ。なんか着物もなんか一緒にそのお母さんが選んでくださったんですけど、それもなんかその何色着たいって、もうなんか何色でもめっちゃいろんな色があったんですけど、やっぱ普段ピンクとかってめっちゃ着るし、赤色も成人式で着させていただいたしと思って、そうと思っていろいろ考えて、なんかオレンジだったら映えるから、そういいかなと思ってオレンジにしていただきました。あと小物の色はもう私じゃないです、もう先生が合わせてくださって、はい、すごいよね。はじめましてだったはじめましてで分かんなかった名前が、お母さんがすごいすごいもう喋ってくださってこちらのお母さんがちゃんと寄りました美味しかったアイス、めっちゃ美味しかったです。そう、素敵なお着物は汚せないから、さすがに。このカメラも私ですよ、シャフさんを撮ってるカメラも階段おかしいなおかしいな、人力車めっちゃ大変だっためっちゃ大変だった。なかなか歩き慣れてないから、そう大変だった。やばいよねこれ結婚したいですって言って歩いてんのやばない？やばいでしょ、だって普通に
アイドルよ。この帯も可愛いんだよね、黒で。後ろこんな、なんかその KNB の方もこんなにいろいろ、そう、もう本当に上に登って、こちらが千住寺さんですって終わるんだと思ってたんですよ、思ってたらしいんですよ。でもこんな本当にがっつりなんかもうこうしていただいてとかそう知らなくてそれで本当になんかその KNB さんも KNB の方もなんかすごいどうしようみたいなこんなしてくださってると思ってなんかどうしようみたいな私もどうしようみたいな感じでしたということで丸曲げいかがでしたか。本当に至れり尽くせりって日本語あってんのかな、わかんないけど、本当にいろいろしていただいて本当にすご、こんなすごいと思って、本当にちゃんと丸曲げ祭り、ん、丸曲げ祭りができなかった分ちゃんとその皆さんの分までいろいろしてくださいました。そうそうそう、ちゃんと喋ってた本当は、ね、よかったでもいや、そう、もう編集ですよ編集和装が似合いすぎる、オレンジ色。時代劇のオファーめっちゃ言われました、時代劇のオファー来そうって、そのあの先生、その着物の着付けしてくださった方も、そのメイクさん、あの普通に私の丸曲げじゃないノーマルのハルピョンを整えてくださったメイクさんも言ってくださって、そうコメントしといて、みんないっぱいコメントして、コメントコメント、そう時代劇待ってますコメント読もうコメント読もう、あ、でも25増えてない、こういうコメントいいですよね、読み上げちゃうよ、なんか素敵だなと思ったコメント読み上げますね。ゲーヌ B さんありがとうございます、ぴょんちゃん見たかったです、ひみといえばカンブリとまでカンブリしか知りませんでしたが、町並みや108段の見事な階段を見て、ぜひ丸曲げ祭りに、丸曲げ祭りに行ってみたくなりました。こういうコメントがあるとさ、あ、ハルピョン呼んでよかったなって思ってくれるはず。うん、思ってくれるはず。ケヌビさんありがとうございます、似合ってた、ありがとう、いいね、来年こそお祭りができますように、素敵、ケヌビさんありがとうございます、佐賀なんでハルピョンの番組を見れないのですごく嬉しいです、いいね、このそう、いや YouTube に載せてよかったわって思うもん、
ということで、何分までだっけ、あと10分、感想タイムえ、何ですかね、逆に皆さんどうでした？あ、滝兄さんさっきミラーボールありがとうくれてた、そういえばこれ見てる時どうでしたか、逆にみんなの感想を聞くタイム人力車本当に軽々、え、でも84キロの方を運んでるとは思えない軽さでした本当に。うん、さすがになんかはいみたいな感じではなかったけど、84キロの方を乗せてるとは思わなかったです。うん、そうそう、前歴者すごいよね。方向はね、なんか U ターンしたいとき、なんか車と一緒みたいな感じ、 U ターン、そう、なんかこうはでも回れない、うん、こう行ってこう U ターンは回れないから、こう行ってちょっと行ってこっちに入ってこうみたいな、そういう感じの U ターンは教えてもらいました、これだけどそうそうそう、うん、あと美味しいラーメン屋さん紹介してもらったな、シャフさんに、うん、ここ美味しいんですよってでもなんか普段から賑わってるところらしくて、そうだからなかなか行けないところらしいです、やっぱね珍しいですよね、あんだけ人力車ってなると、やっぱ浅草とかだったら普通かもしれないけど、富山で人力車ってなると珍しいから、みんなが見てくださったみんなが見てくださった、本当に皆さん優しくて、もうなんか私がその登場する旅というかあれですけど、その着付けしていただいて、また無尽蔵さんに戻ったら、へーみたいな、すごいかわいい、いい色だねみたいな、かわいいみたいな、本当にもう面白い面白くはないか温かい方々で、はい、うん、すごく調子に乗ってました調子に乗らせていただきました、はい、なんかそのディレクターさんっていうんですかね、一緒にこの番組を、このコーナーを作ってくださってる方も、あれ何歳って言ってらしたっけな、ちょっと忘れたんですけどでもすごいすごい上だなっていう感じじゃなくて、そうめっちゃ近いわけでもないけどみたいな、そうなんで、そのそういうなんていうんですかね、若いパワーで頑張りたいと思いますはい
お昼ご飯もその美味しくて、めちゃめちゃお昼もこの近くの食堂屋さん、もう本当に定食屋さんみたいなところ、あ、間違えた、今から5時間は起きてないよさすがに、間違えた、まあいいや、寝よ。定食屋さんもめっちゃ美味しくて、写真見てほしい、超美味しかった。でも本当にテレビに携わる方食べるのめっちゃ早いのね、びっくりした。メイクさんも女性の方だったんですけど、めっちゃ早くて、そう大事なんだなって思いました。なんかやっぱそういうところの時間短縮って、本当テレビに携わる方ってめっちゃすごいされてる。ハルピョン遅かったのんびり食べてたうん、あった、美味しかった定食。ちょっと待ってね、これじゃない、これを回転、美味しそうでしょ。こういうとこの味噌汁大好きなんですよね私。そう、なんか白身、魚の白身のカツと、肉のカツと焼きそばと、きゅうり、うの花、ご飯、煮物的なのお味噌汁、めっちゃうまかったです。もう本当に幸せでした。どこだったかなここ、え、本当に近くて、そこ本当に全然歩いていけちゃう、無尽蔵さんから歩いていけちゃう距離で、めっちゃ行きたい、また行きたいもん、ここ。うん、うまかった、無人調べよう。この近くの定食屋さん、ここ、いや違う、ここじゃない、ここでもない、めっちゃ美味しいんですよ、ここじゃないでしょ、本当に無尽蔵から近かった、これか、違うぞ違うぞ、どこだ、乗ってない、やめてくれ、ここかな、うわ、ここな気がするな、違うかな、ちょっとわかんないな、写真とかが載ってない、料理の写真とかが載ってない、え、でも本当にたくさんの方来てました、うん、あ、やばい、45分になっちゃった。皆さん、あ、ここだ、多分定食屋、
え、なんかここっぽい。違うかな。違ったらごめんね。氷見の銀鍋って調べたら出てきます。ここです、多分。違ったらごめん。でも多分ここ。美味しかった、めっちゃ美味しかった、本当に美味しかった。多分ここ。ぜひ無尽蔵にハルピョンのそのやってみっちゃのあのやってみっちゃ巡りしたときにぜひ、多分銀鍋さん箸袋変わってんだよな、わかんないな。でもお皿の感じとか多分一緒、日替わりなんですよね、定食が。だからね、同じものは食べれないかもしれないけど、美味しかったです。さあ、それでは次のうどん会いきますよ。下の方、バナーの下のやつクリックしたら飛べちゃいます。私は調べます。でもこのまま行けばいいのか。この公式チャンネルさんから飛びます。ちょっとハピョンのやってみっちゃもっと見てよ、みんな。私がもっと拡散するわ。まずはこの CM を見て、ちょっと待ってね。はい、それでは0秒にしていきます。またデデ押しますよ、いいですか。いきますよ、いくよ、いい？すいません。いっせーので、やってみちゃー、楽しみます。なんとも言えない背景。なんとも言えない背景。これさ、このブーンが走ったか、バイクが走ったから撮り直すかなと思ったんですけど、普通にそのまま進んでった。麺類でも本当にうどん大好き、私うどんマジで好きなんですよ。そう、うどんが一番結構好き。ラーメンも好きだ、てか麺類は基本全部好き。
ちゃんと写真撮りました、唐揚げの。え、うどんだと思わなくない？こうやって見たら。うどんのカーテン。手延べうどん。そうそう。こんな風にうどん作ったことある？ないよね。そういえば富山弁、私がめっちゃ富山弁になってる。この金谷さんがめっちゃ富山弁だったから私が一回食べたら富山弁しか食べれんくなる。めっちゃ富山弁になってる。カレー鍋うどん、はい。本当にないない気がする。ないよね。私あの定食食べてからこれ食べてますからね、先に言っとこう。絶対食レポそこ違うやん。熱々。まあこういうご時世なんでマスクしないと食レポができなくて。熱々。なんだこれは。魔法の粉。なんでしょう。結構がっつり入れて大丈夫みたいな。そう、めっちゃ入れてくださいって言われました。でもなんか魚っぽかったの。日々といえば寒ぶりだよね。よかった。よかった当てれて。煮干し粉。そうです。こちら。いただきました。そう、もらいました。嬉しい。煮干し粉見て、めっちゃある。こんなにある。後で喋るね。うどん、うどん。いや、マジで緊張した。え、だってさ、いつちぎれるか分かんないんだよ。怖くない？と思いながら。え、本当にもうちぎれるちぎれるって思って、思いながらやってました。いや、怖い怖い怖いって。もうドキドキ、これ。マジで。楽しかった。
すごいスロー。まあでもこれを撮ったのがね、そんなめっちゃ冬とかめっちゃ夏じゃなかったから、そういい時期だったらしい。完成。すごくない？私が作ったものをもう茹でられる、すぐ茹でられる。うわ美味しかった。まだ食べてないけど。これマジバカ。もう笑って食べれないの。バカだよ。いやボケじゃない、本気でやりました。だからカレーうどん食べた後だから、そう。食レポ聞いてください。美味しかった。美味しかったです、めちゃめちゃ。私唇色ないし。うどん食べたから。ということで、ちょっと柴田さんとかの動画見て参考にしよう、私も。ちょっと次回以降のね、参考にしたいと思いますけれども、美味しいうどん会でした。本当に美味しかった。そう、しかも私さっきの定食食べて、ソフトクリームも食べて、うどん食べてますから。食べ過ぎ、マジで食べ過ぎ。本当に食べ過ぎ。ねみんな一緒に見てる？ハルピョンと。なんか5回ぐらいしか増えてないんだけど。ハルピョン1でしょ、あと4人ぐらいしか見てなくない？本当に一緒に見た？みんな。視聴回数なんか 4回ぐらいしか、5回ぐらいしか覚えてない。みんな見た？まあここに見てるよって人いっぱいいるから、まあこのあと増えるんだと思います。はい。コメントもしてください。そしてこちら、煮干し粉もらいました。お味噌汁やカレー、麺つゆなどいろいろな料理にご利用ください。本当に何に入れてもいいらしい。これちゃんと氷見産のイワシ使ってるので、すごいマジでなんかダイエット食品みたい。そう、小分けになってるので 2g、20包装入り。なんかこれだけ持ってたらさ、なんかさ酵素ドリンクみたいな。私魚介系の、いやうどんと全く関係ないんですけど、魚介系のつけ麺が大好きなんですよ。だからそう、こういう魚介のものって本当に好きなので、何にでも入れたいと思います。うまそう。すごくない？だってさ、煮干しともう食塩しか使ってない。あ、そう、味噌汁にも合うって言ってた。あ、書いてあるわ、しかも。そう、煮干し粉
選手の金谷さんがもうはいってくださって、メイクさんとてかさ、このさ、私がフーフーしたところをさちゃんと聞いてたらわかるんだけど、私も今なんかちゃんとその今聞いて、なんていうの、聞いて今初めて聞こえたんだけど、めっちゃメイクさんに笑われてる女性の笑い声がする、めっちゃメイクさんに笑われてるはぁって待って、私がははって言うとミッキーになる、あ、ミッキーじゃない、流星くんになるやばい変なとこにカルピス入ったしもう踏んだり蹴ったり、いつかはこの再生リストに橋本春奈のやってみっちゃおう、あ、待って作られてる、なかったんですよ昨日まで、でも再生リストができてる、橋本春奈のやってみっちゃ嬉しい、よかった、幸せ、やった、これが増えていくことを祈るばかりでございます。やってみっちゃー、 AKB48 チームメイト、やってみっちゃーのこの発音もさむずくて橋本春奈のやってみちゃー、やってみちゃーってあげたいじゃないですか、でも富山弁はやってみちゃーじゃ下がるんですよ、そうだからそれもまたむずくてちょっと難しかった困っちゃったっていう話です頑張りました、今後も頑張りたいと思います、いっぱい見てね、再生回数、私も拡散するね、またこれ、あ、これ調べようと思ったんだよ、煮干し粉ってネットで買えるのってコメント来てたから、どうなんだろうと思って、金七さんの煮干し粉買えるじゃん、どうせならでも富山のがいいね、富山のイワシの煮干し粉がいいよね、ここに行ってもらえばね、あるんですけど、なごみさん、そう、って感じです。
ぜひ。何にかけて食べようかな。いやなんかいざねこうかけれますよって言われても何にかけて食べようかなって思っちゃう。味噌汁、カレー、麺つゆなど、まあ何でも落ちちゃった、何でも合うよって。ちょっと柴田さんのとかいろんな方のこれ見て勉強しよう、次までに。再生リスト有効活用、はい、カルピスに入れても美味しいかな、ちょっとイワシの香りがするみたいな。うん、そうだ、ミラーボール歌おう。さっき来てた2人分の2つ分。わかるのにあなたが好きですとそう書いておけたら、ドキドキしても汗をかいても告白できる。ありがとう、ミラーボール。ありがとうございます。にぼしこ。このデザインも可愛いよね。ひらがなのにぼしこ。受ける、可愛い。へへ。可愛い。なんか藤園レイちゃんからチームエイト全体ラインに、そのスタッフさんとかもいるラインに突然犬の写真が送られてきた。2枚。急に何？どういうこと？可愛いでしょってこと？可愛い。あ、消された、取り消しされた。誤爆っぽいですねきっと。かわいいと思ったのに。エイトあるある。結構よくやる。なんか前はセリちゃんがなんか急に、かわいい、急になんかめっちゃその写真をあのキスバイエイトの写真をキスバイエイトのグループラインに貼ってって、そうだから あれだなと思って、そのみんなと撮った写真を載せてそのここに置いとくからもうみんな撮ってってってことだと思ったんですよ。そう保存しといてみたいなことだと思ったので、なんか普通にしてたらなんかそれがどん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 消えてくんです。長野セリカが送信取り消しましたみたいな。それがめっちゃ増えてって、そうめっちゃ怖かった一時期マジで、もう3、40、50件ぐらい。めっちゃそれで埋まっててめっちゃ怖かった。うん、めっちゃ誤爆やんと思って。そう、ねえピョンムービー総集編もコメントしてみんな。いいねとリツイート、まあリツイートはまあ100歩譲っていいねだけで我慢できる女じゃないんだよ。いいねだけで我慢する女じゃないんだよ、ハーピョンは。みんな
今日もまだ筋トレなどしてないので昨日と同じぐらいの時間に終わります。そうで、まあ開始早々結構みんな気づいてくれてる人も多かったんですけど、今日はなんとホークスのユニフォームを着て配信をしてます。本日は、ホークスさんタカガールデーということで、今日明日もだったかな、そうタカガールデー、本日はこちらを着て配信させていただいております。多分明日もこれ着る。同じ服だよって言わないでね知ってるよ知ってるよ、可愛い服は。でも私が希望したあれじゃなかった。私もツイッターかなんかで投票したんですけど、これがいいなって思ったのじゃなかった。でも大体全部可愛いから、その中でも好きなのはこれだなみたいないつもあるけど、でも別にどれも可愛いから好きそう、まずピンクの時点でねいいよね、うん、ソフトバンクはセンスいいでしょ別に私が褒められてるわけじゃないから何とも言えないでしょ可愛いんだよ。そうタカガールデーをねやってくれてるのが嬉しい。うん、いけないけど、全然行きたいけど行けない。今日はこの後はフリートークですもんね。喋ることは特になんかあるかな。フリートークスクショタイム。この後筋トレと、ピンクユニ可愛いけどおっさんが着るわけには残念。でもさ、鷹の祭典とかもあるじゃん。別にピンク着てても可愛いと思うけどね、うん、でも鷹の祭典とかもあるじゃん、だからええやん、鷹ガールデーがあってもええやん。筋トレどう、え本当にこれでいいのかな、聞いてんのかなみたいな感じ、なんか不安です。なんかその私、えまた始めたいことが一つあってもうドラマの影響を受けすぎ人間ワロタピーポーなんですけど、そう腹筋はね週 2,3 回を50回って決めてるので、週 2,3 回50回って決めてるので、そうなんか YouTube とか見て、その私はいつもやってます筋トレは。そう筋トレってか、なんかなんだろう、運動を始める習慣をつけようみたいな、まずまずそういう日です今は。なのでなんか
ガチガチにトレーニングしてるかって言われたら全然、私タンパク質めっちゃ取れみたいな、そんなあれもしてないです。炭水化物大好きなので炭水化物ばっか食べてるんですけど、まあでもやってこなく、そのぐうたら生活の中にこれまではなかったその動くっていう筋トレをするっていうことが組み込まれただけでも成長だと思うんだ、この21年間のあれ間違えた、22年間の成長だと思うんだ。まあ、そんなことはいいんですけど、やってみたいことが増えまして、その未来への10カウントっていう、あのもう最終回終わったんですけどっていうドラマを見たんです。一気見したんですけど、昨日今日一昨日ぐらいでしたんですけど、見たんですけど、ボクシングを始めたいってか、なんかジム、そういう、そうなんかガチボクシングとかじゃなくて、その汗かいて、あんだけ汗かいてその運動するってすごいなって思って、そうボクシング始めてみたいって、いや今だけなんで、多分1週間したら、てか次のドラマ見たら、ま、あの変わってるんで、この気持ち大丈夫です。でもやりたいなって、汗をかくことをしたいなって思いました。うん、ワンツーワンツーやってみたい、ワンツーフックやりたいって思った。そうです、木村拓哉さんが主演されてたドラマ、それそうそう、私はひかりさんめっちゃ好きなんですよね。あとあの女の子、あかりちゃん役、山田杏奈さん、テンテレだっけ、え、なんだっけ、なんかに昔チャオガールかなんか、テンテレ、え、忘れた、で多分知って、そう、それでめっちゃ好きなんですけど、めっちゃ好きなんですよ。ワンツーワンツー、てか汗かきたい、テンテレだって、チャオガール、待って2つある、どっちだ、1個下、いやでも同い年だ、同世代だ、チャオガールですね、テンテレじゃないかな、チャオガールっぽいです。え、憧れの女優さん満島ひかりさんなんだ、すごない、じゃあ憧れの女優さんとさ共演したってことでしょ、え、すご、やば、すげえ、テンテレ出身のチャオガール、え、待って難しい、どっちも出てたってこと、え、めっちゃ出てる、いろんな番組で、いろんな番組で、いろんな、あ、そうだ、書けないにも、そうだ、テンテレ逆だね、チャオガール出身の、でもテンテレで出てたのかな、これ違うよ多分、なんかの役みたいな、
3日間だけ出てます。主となるのはチャオガールですね。すごい、いろんな CM とか MV、 夏のせいに出てる？嘘。なんかあの爽やかな感じ可愛いですよね。すごい、いろんな番組出てらっしゃってる。あ、スカットジャパンとか出てそう。あの胸キュンスカットの相手役の女の子とかしてそうだもん。可愛いもん。え、グッドドクターってどんなあれだっけ。上野樹里さんだ。山崎賢人さんと上野樹里さん。ミウ、え、ミウに出てた。第3話なんだ。第3話何やったやつだ。あー、陸上部だ。陸上部の連れ去られた女の子だ。ごめん、一人で一人で勝手に盛り上がってる。今すごい、今すごい一人で盛り上がってる。めっちゃ一人で盛り上がってた。ドラマでもそんな詳しくないですよとかさ、なんかみんなが知ってるけど、そのテレビ、その東京テレ東さんとかの番組とか全然見れない。知らないとか言って、見れないから、わからない。見れる番組が少ないからね。そう、11人目のストライカー、コナン君、声の出演だって。すご。一番最初のに出た映画11人、コナン君ってやばない？すご。舞台出演されるんだ。夏の砂の上、田中圭さん、上すご。いや、チャオガールのイメージだな私。あー、ガーナミルクチョコレートやってそうだもん。あの爽やかな、夏のせい後で見よう。MV ラッドウィンプスさんの、出てるかな。あ、出てる。オフィシャルミュージックビデオ、後で見ます。すいません、一人で盛り上がりました。
ちょっと明日撮ろう。ピョンムービー、この服でピョンムービー明日撮るね。メイクして可愛い姿でタカガールでって撮りたいから。今日は普通にこの服じゃない。ピョンムービーはさすがにちょっと違う服がいいから、毎日違う、その総集編にした時にさ、そうなんか変わってる感が出ないじゃん。だから違う服で撮ります。明日は多分メイクをする。いや、てててて、よてれれれ、よてれ、よてれ、よよよよよ、すっご、この MV658 万回も再生されてんの、やば。ラットさんのすごない、600って好きと思ってさ、なんかこれが1年前の動画だから1年前に公開された、AKB の MV と思って、この MV 総選挙みたいなしてたねそういえば、いや忘れるな忘れちゃう。あ、でもそっか、1年前って、あ、そっか、そうだな、あんまやってないのか、そういうの。 MV 曲出してないのか、まずお腹鳴っちゃった。ミュージックビデオ集でも2年前のサステナブル827万回、すごっ、やばっ、すっげーな、リケビってすごっ。AKB ってすごい。どの MV、 やっぱ何の MV が一番再生されてんだろう。カチューシャ、フラゲ、なんだろうな、ヘビロテ、やっぱヘビロテなのかな。待って そんな1億7000万回も再生されてんだけど、やばい、ヘビロテ、フォーチュンクッキーじゃない、あー、フォーチュンクッキーかな、あ、え、フォーチュンクッキー2億、やば、すげえな。メイビー、あ、違ったわ違ったわ。でもそうだよね、やっぱ YouTube がこうグンってき始めての頃だよね、きっと。こういうなんかやっぱ大声ダイヤモンドとか言い訳メイビーとかポニーテールとシュシュとか結構有名な曲だけど、でもやっぱり YouTube ってなって、まあ、なりつつあってぐらいの時だから、やっぱすごいんだ。これやば、めっちゃ見られてんじゃん、2億回見られてる YouTube、 すごない？
でもっとあるんだよねきっと世の中には。すごいな、そう考えるとって思いますね。47何回ぐらいなんだろうあ、でも MV とかよりダンスバージョンとかの方が見るんだみんな。このダンスプラクティス AKB48 フルサイズバージョン500万回見られてるけど、そのネモハモの MV は300万回だから、まあ、多分再生時間とかもあるけど、そうなんだね、すんげーや。今何しようとしたんだっけ。47の MV47 大丈夫そう。47どんぐらいなんだろう。でもこのさ意味わかんない桁外れの数字見ちゃったらさ、でも再生されてるあれが違いますからね。その掲載されたショートバージョンで73万回、すごい。普通のバージョンってないのかな。6周年ありがとうバージョンとかいろんなバージョンがありすぎてやばい、わかんないや。ハルピョンのファンの方が撮ったハルピョンのミラージュランドの動画が 3.2 万回も視聴されてるどういうことすごっ。待って、もうやばい、ハンピョン筋トレしなきゃ。お腹鳴ってる、お腹鳴ってるよ、お腹鳴ってるってば。腹筋鍛えます。終わろ、急に配信終わるやつ。筋トレするんで、今日は腹筋の日なので腹筋をします。ということで、一緒にいろいろ見てくださってありがとうございました。一緒ありがとう、こちらこそ見に来てくれてありがとう。もうこの配信が終わったら速攻で着替えてピョンムービー撮って、総集編じゃなくてなんだっけ、ピョンムービー載せて筋トレしてお風呂入って寝ます。
ンスレッスンは普通の筋トレよりハードな気がする。いやまあ確かに頭使うかな、頭がはなんか使われるダンスレッスンは。そうって感じ。ランキング読みます。1位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位、 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。3位、トラック野郎さん、ありがとうございます。4位、ネバーストップアットハル、ハルハルピョンピョン、チーム B さん、ありがとうございます。5位、桜のお友達さん、ありがとうございます。6位、ともゆきさん、ありがとうございます。7位、にしくんさん、ありがとうございます。8位、たけにーアットはるぴょんがひてるひてる感じ人力車に踏まれたいさん、ひてる感じ。9位マックミックさん、ありがとうございます。10位すみちゃん、ありがとうございます。11位パンダさん、ありがとうございます。12位ツッチーさん、ありがとうございます。13位レクサーとピャンダさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーエイト18位はシンカイさんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。また明日、明日は配信は ちょっとわからないやるけど昼もやるか夜もやるかちょっとわからない。今日はちょっとお昼できなかったんですけど、やることがあってベッケンバウアーって感じでした。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9612人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。皆さん本日はありがとうございました。それではバイバーイ軽っバイバーイおやすみ、頑張って動きます、さよなら。